皆さんこんばんは。ワドです。えー、今日はですね、2017年4月の28日、今夜中の1時12分です。日付が変わったので、あ、あとね、あの、リア突なんですけど、人数間違えました。先ほど2名でリア突していただいたので、人数38名でした。申し訳ないです。38人変えておきます。で、19ですね。 19日目ですね。お、バスケさんいらっしゃい。楽しんでいってください。どうもー。こんばんは。なんか、今日あれだね。ツイキャス面白、ツイキャスじゃないよ。ふわっち面白い配信者いないね。おー、マニアありがとうね。ごめんなさい。弟さんの分カウント入れるの忘れてたんで、今入れさせていただきました。すいません。 リ2人でリアトしてきてくれたのに1人分しかカウント入れてない入れてないっていうふうにリスナーさんからご指摘あったんですけど配信中だとコメントスルーしちゃうこともあってちょっとコメントスルーしちゃいましたすいませんよいしょああ えー、リアトツの旅19日目、えー、リアトツ忍術38名。いい感じですね。は <laughs> よかったです。ありがとう、来てくれて。嬉しかったです。おー、東京先輩いらっしゃい。お疲れっすー。 まったり行きましょうまったり。 花火ありがとう、マニア。<laughs> ありがとう。<laughs> すいません、なんか。ありがとうございます。ありがとう。なんか、すいません。なんかね、今日のね、仙台のラーメン屋さんなんかわかんないんだけど、肉助っていうところ行ってみて、豚肉が超うまかったわ。もう肉がすごいのよ。肉だけで 200g 入ってるやつ食ったんだけど、肉 1kg とかも頼めんの。なんかタレがうまくてね、 新しかったな肉助は美味しかったですね今日何曜日だ 今日は金曜日だ。金曜日か。だからパチはあんな混んでたんか。うん、また来てね、マニア。おやすみ。ありがとう。明日何やろうかな。夜行、え夜行バスってすぐ取れんのかな 夜行バスがとる、すぐとれるんなら、当日とれるんなら、あれだな。遊びたいな。何しよっかな。おー、たくみさん、わーつー。こんばんは。 まったり、いい感じだね。 あ、そうだ。これ話していいのかなちょっと待って。捨てロー賞金が出ることになった。捨てローギャラプラス、賞金が出ることになったんだけど。やばくない勝った選手のみ、ギャラプラス、賞金が出るし、 一番いい試合した MVP にさらに賞金プラスだって。金額はまだ教えらんないけどって言われて。やばいよね。<laughs> ギャラが出るんだ。ギャラプラス賞金出るって。で、MVP はさらに出るって。超テンション上がるんだけど。<laughs> 合流できるぜ。 なんか、リスナーさんが支援者、某リスナーさんが、支援者さんが、あの、MVP と賞金出すって。すごいよね。マジテンション上がるわ。そういう景気のいい人がさ、いるんだね、気持ちのいい男気ある人が。さすがだよ、本当に。なんかさ、最近さ、 俺のコメント欄でさ、情報商材売ってた人ですかとか言われるの知ってるの、俺情報商材売ったことないの別に情報商材嫌いだけど、あの、別にやってるやつは否定しないんだけど、なんかリツナーさんで、初見っぽい人が情報商材売ってるって本当ですかと昔って言って、えみたいな。よくわかんねえなと思ってたら、それ誰が言ってたのって、もう聞いたの俺その人に。 あんまりいいもよく最近言われるから。そしたらなんか柴田が言ってるらしいよ。<laughs> 柴田が、ワドって昔情報詳細言ってたやつでしょって言ったらしくて。生放送で。とんだ、飛んだ誤解を受けてるよね。シバ柴田お前、責任取れよ。ふざけんなよ。お前の一言でなんかおかしな、おかしな情報流れてるからさ。 訂正してくんね、柴田。な、なんでそんなことになったんだろう。もう、まじまじ。なんか柴田が、あ、ワドってやつ、情報商材売ってたやつでしょって言ったらしくて。それから、なんか、その、柴田のリスナーさんが、あ、ワドって情報商材売ってたんだってなったらしいんだよね。<laughs> 知らねえよ、と思って。 なん,なんで俺が情報商材売るんだよな。むしろ俺一番嫌いなビジネスだわ、そういうの。絶対あり得ねえよ。ん自信 ブリーズライトってあれ薬局で売ってるかなブリーズライトつけようかな。なんか鼻呼吸ができなくて、口がパカって開くのも直したいんだよね。ブリーズライトってコンビニ売ってる ?500 円ぐらいか。 10枚入りで500円なのに30枚入りが3800円ってどういうこと <laughs> おかしいでしょ、これ <laughs>。なんで値段上がるんだよ。ブリーズライト10枚入りで500円なのに、あ、30枚入り2個セットか。そういうことか。ああ、俺がアホだったわ。30枚、60枚入ってってことか。 比較ナビで見る。なんかね、夜行バスを予約したことがなくて、比較ナビどうやってやるのかなみたいな。バス券証で買ったことは何回かあるんだけどね。ネットで買う感じだもん、それは。 深夜より昼間の便の方が安い。へぇ。おい、う、このみん、わかつ、こんばんは。まったり雑談でーす。おー、花火ありがとう、千秋さん。ありがとう。あ、YouTube で見てたんだ。ありがとう。 記念に、これも動画になるよ。ホテルホテル。昨日と同じ。昨日と同じホテルでーす。 股関節が硬いんだよね。股関節のストレッチとかってあんのかな年取っても柔らかくなるかなまだ。体、腰が硬すぎるって生体師さんに言われた。体がとにかく硬すぎるらしい。うそれは分かりきってたことだけど。今更感なんだけどさ、俺からすると。 ワドウさんフォロー20人に絞れなかった。俺を外し、俺を外すのかい好みということは20人に絞るっていうことは俺をフォローを外すのかい好み硬いんだ。のんちゃんがクソ柔らかいんだよね。びっくりするんだよ。Y 字バランスとかできるかんね。体ぐにゃぐにゃなんだよ、のんちゃん。よくベッドの上で一人で変なポーズ取ってるんだよ。ありがとう。 外されるかと思った。体柔らかいといいよな身体能力に影響あるから。でもまあ20人は多すぎねえか。俺どれくらいだろう。ニコ生でも見るのって5人ぐらいじゃん。正直。この配信者面白いなって。俺2ー i n ンドウとかなかなかやらないもん。 弁承太郎さんとかさ、フォーウィンドウとかで見るの放送、すげえなと思う。どういうことみたいな。外すなら見に来ない。嫌だ。見に来てよ。で見に来なくなるリスナーもいるからね。残念なことに。いなくなっちゃう人もいるから。まあそれはね、まあしょうがないことだから、あんまり考えないようにしてるけど、まあ俺が面白くなかったんだなと思って。 面白い配信やったら戻ってくるでしょうと思ってさ。頑張ろうと思って。昔は結構、人数少ない頃は気にしてたけどね。一回一回の放送とかの人数とか。だんだんね、キャリア重ねてくるとね、あの、なんて言うんだろうな。あんまり気にしなくなってきたね。多い時は多いし、 少ない時は少ないっていう。少ないなら少ないなりの楽しみ方があるし、多い時は多い時なりの楽しみ方があるから。うん、なんか、少なくなっても楽しめるようになってきたから。例えば見に行く人の配信者の囲いのフォローも外せない。あー、そういうことか。付き合い的なね。あー。 リスナーも大変なんだね、結構ね。なんかね、その人に嫌われたらどうしようとかあるもんね。配信者の方に迷惑かかるかも、みたいなね。キム・ジョン、ジーン専用顔電話さんいらっしゃい。<laughs> サムネがすげえな。ちょっと面白い。49人え、それはツイキャスフわッちニコ生多くない ?49 は。 ちょっと。好みちょっと多いよ。うん、ちょっと多い気がすんな。49もさばけないもんな。全部、全部見たいの。初めからフォローすんな思われても。いや、でも、まあ気持ちわからんでもないかな。うん 俺はだから結構フォローするのは、まあ、放送に関しては自分が面白いと思った人しかフォローしないし、見、見たい人っていうか。結構その辺ドライかもしんない、俺は。サクッと。サクッとやってますね。Twitter のフォローバックしてくださいは未だに苦手なんだよね。さすがに言われなくなってきたけど、だんだん。 箱井のフォローか。ま、あしょうがないよな。俺は、十人フォローできないかな。十人フォローできないね。難しい。 ツイッターで繋がってる人もフォローから外した。あ、そうなんだ。なんかさ、フォローの意味を吐き違えてる人がいて、なんか、フォローってこの人のことを応援しますとか、この人を追いかけますみたいな意味合いの言葉じゃん。だから、その、なんつうの、付き合いでフォローするっていう、そのフォローバックとかなんだけど、それは。俺ちょっとよくわかんないなと思ってて。 フォローしてもらったら全力でその人たちのために面白いことをツイートしたりとか、面白い配信をやろうと思うけど、それは普通の考え方じゃん。その、ね、見てくれてる人のために面白いもの作ろうって。だけど、なんだろう、フォローバックしてくださいって、知らない人に言われると、いや、あなた、作品見たことないんですけどって思っちゃうんだよ、俺は。 あなたの作品が面白ければフォローするよ勝手にっていうさ。そういう感じ。だからツイッターのそのフォローバック文化はすごい苦手だった。なんか、その、フォローした人にフォロー返されないって怒る人がいるんだよね。たまに、うん。この前も配信者のフォロー外したらクッソ怒られたからね。 でも、それで怒るってちょっとおかしいよな。俺もフォロー外すわって言われたけど。うん、付き合いでフォローしてるわけじゃないかかね。面白いと思ったらフォローするし、つまんなくなったらフォロー外すしでいいと思うんだよな。カエルさん渡つ、こんばんは。どうなんだろうね。 おー、サボちゃんワド2。お、パフェありがとう。いや、まあ、正論うか。いや、その人、本当にその人のためを思ってそう思ってんのよ。だって、なんだろう。うーん。Facebook の友達機能をわかるのよ。お互いつながりましょうっていうコンセプトじゃん。Twitter のフォローが、俺ね、あの、なんだっけな。なんかね、その、 整理する機能があるんだよ。なんて言ったっけな。リストみたいな機能があって。それが出た時に、あ、ツイッターは終わったなって思った。今日はちゃんことは絡んでくれてありがとう。喜んでた。ああ、いや、嬉しいよ。喜んでもらえたら。少しでもなんか、ね、これからの配信者の人に力になれればと思って。あの、ね。俺もいっぱい先輩方に売名させてもらってきたから、そろそろね、 4年目だから、ね、役に立てるのであれば嬉しいよ。自信をなくしてたんだ。<laughs> なんで配信者でも自信なくすってなんだよ。<laughs> いや、俺もそういうこと言ってた時期あるけど。<laughs> 自信なくなったとか引退するとか言ってた時期あるけど、そういう時は大体勘違いしてる時だから。<laughs> うん、逆に自信のある配信をやってたのかって話だから。あのね、 配信は、あ、まあ、方向性はね、実は配信外ですごい相談されてて。で、もうタイプ見て、明らかに気違い配信者じゃないのよ。で、金梅さんのそのプライベートのエピソードとか教えてあげて、あのね、金梅さんは気違いの神様なんだよって。で、金梅さんになりたいのはわかるけど、金梅さんはプライベートでどういう人かっていうと、ヒカルくんと金梅さんが放送外で絡んでた時の話なんだけど <laughs>、あの、 歩いてたんだって、二人で。ヒカルんと金ンさんが。放送外で。で、住宅展示場にさ、見つけて、普通に歩いてたら、バルーンがいっぱい飾ってあったんだって、住宅展示場に。そしたら、ヒカルんがちょっと目離した隙に、金ンさん何やってたかというと、えぇ、ー、ヒカル、えー、パン、えぇ、ー、ヒカル見えヒカル、パン。<laughs> って言って、住宅展示場のバルーンを全部割ってたんだって。 ヒカルんが、えやキンバエさん何やってんすかみたいになって <laughs>。で、赤信号の、もう道路すっごい行き交ってるところに、うえ、ヒカル見ろよつって <laughs>、その <laughs>、道路がぶんぶん通り抜けてるところをすり抜けてくるんだって <laughs>。それがキンバエさんだよっつって <laughs>。そう。プライベートでもカメラ回ってなくてもキチガイなんだよって言って。で、君はキチガイ配信者はキャラでしょって。で、自分の、 その、求めてるのと違う巨像みたいなのを作ると、大変だよっていうことを <laughs> 教えてあげて。金杯さんは、その、プライベートでも、気違いだからって。<laughs> そうそう。楽しかったよ、俺も。シャンコー、シャンはだからなんか、無理してるんだよ、多分。有名になりたくて。でも、長い目で見たら、あの、自分の、放送がまず楽しいが、 先じゃないと、リスナーさんも楽しませることはできないし、あの、君がキチガイやりたくないのに、ちゃんこががチガイ続けてたら、キチガイのファンが、気違が好きな人のファンができちゃうから、どんどん苦しくなるよって、言ってあげた、うん。だから、自分が楽しいと思うことを選択して、それをみんなにシェアする感覚でやってると、こう、変わるよ、みたいな。 その好きな人が集まってくるから、どんどん想像効果で良くなっていくよって言って。人数は増えるんだよ。長くやってたら。で、人数増やすのが目的だと、やっぱりダメなんだよね。うん。どうなんだろうね。 ま、俺も先輩方の配信者からいろんなもの、プロ意識みたいなものは言葉じゃなくて背中で見せてもらってたから、それは感じるところいっぱいあるよ。あの、例えば俺は一番最初に怒られたのは力也さんなの。みんな力也さんって知ってるニコ生のチャンネルホルダーの。俺のことを初めて配信で怒った人は力也さんなのよ。そう。で、ね、 あの、力也さん、俺が無名の頃に赤坂でバーをやってたの。配信したバーって言って。で、その、力也さんが一日店長やってくれるっていう風に、ホタテマンがわかんないけど、一日店長やってくれるって言って初コラボ、大手と初コラボをしたのよ。チャンネルホルダーと。で、力也さんお酒飲めないんだけど、ベロンベロンにお客さんに飲まされて、リアトツのニコ生のりでベロンベロンになっちゃったのよ。で、倒れたの。で、 リキさん寝ちゃって、俺どうしたらいいかわかんなくて、コメント欄ぴょって覗いたら枠切れ枠切れって。俺その当時半年目くらいの配信者だから意味がわかんなくて、いや、番になると思ったのよ。それでチャンネルの枠切ったのよ。あ、すいませんってリキさん潰れちゃったんで切りますねって言って切った瞬間に、瞬間だよ切った瞬間に、リキさんがムクって起きて、ここ掴んで、おい、てめえなんでお前枠切ったの って。酔っ払ってんだよ。酔っ払ってるけどマジなのよ。そう、綿たあめ屋さんの。おい、なんで枠切ったなんで枠切ったってもう本当に詰められた。要はその時初めて酔っ払って、本当に酔っ払ってるんだけど、この人はプロとして酔っ払ってるんだっていう。要はお客さんに向けてパフォーマンスをしてるんだっていうことを、そこで初めて理解したの。全部見せるっていう姿勢を。 あれは勉強になったね。要は、枠を切る権利、枠をつける権利っていうのは配信者しか持ってないっていう。本人しか。いや、プロだと思ったよ。でも、酒臭いんだよ。本当にベロンベロンに酔っ払ってんのよ。スピリタス何杯か飲まされてたから。でも、あれはプロだと思った、本当に。カオさんいらっしゃい。あと、エミさんとかね。 あ、でもね、横山緑のアドバイスは何の役にも立たなかったね。俺、緑さんに言った、俺ね、その当時大手になりたくて、大手の配信者全員に聞いてたの。大手になる方法を教えてくださいって。言うこと全員バラバラなんだけど、横山緑が一番適当だったよ。いいかわド大手になり方教えてやるよって。コメントを読めって言われたの。コメントを全部読めって言われたのね。俺だから今でもコメント全部読むじゃん。どんなにコメント多くても。 俺、緑さん、その日の緑さんの放送を見た時びっくりしたよね。コメント一つも読んでなかったもん、30分間で。嘘だろって思っちゃったもん。もうコメント全然読み上げてねえじゃん、と思って。あの時はもう笑ったよね、ほんと。うん。おかもそうそうそう、岡村隆史に話しかけた人かな。超適当に言ってるこの人とか思って。コン、コメントを読み上げろ、とか言って。読んでねえじゃねえかよ、とか思って。 あの時にね、俺はね、緑さん嘘つきだと思ったよ。<laughs> あと一番参考になった配信者で、その中堅まで上がろうって思えたのは実はエミさんだね。エミさんの、あの、やつ。本当に、もう、まあ生活保護カミングアウトしたタイミングなんだけどね。いや、読んで、違うの。読んでるんだよ、緑さんは。だけど、 拾って返せって言われたの。要はコメントを全部拾って返せって言ってたんだけど、緑さん一個も読まなかったんだよ、その日の放送。本当に。俺振りかぶって思ったもん。うん。エミさんに言われたのが会った瞬間に大手になりたいですっていつも言って、配信外で聞いたら2時間も語ってくれたの。やばくない真剣に2時間放送外で話してくれたえみエミさんだけなんだよ。で、その時に結論を もう、初っぱの方から結論言ってくれたんだけど、あの、エミさんが言ってくれたのは、あんたは大手に絶対なれるって言ってもらえたの。あんたは大手に絶対なれるからって、私が保証するよって言ってくれたの。で、それはなんでかっていうと、顔がいいとか、喋りが上手いとか、ね、歌が上手いとか、速く走れるとか、そんなやつ5万といたと。で、横山緑が、なんで、あの、 なんであの人が大手になれたかわかるって言われた時に面白いからですかとか言ったの。そしたらあんなのが面白いわけないでしょってエミさんは言って。横山緑は一番面白くない男なんだよって。でも、なんでリスナーがついてきたかっていうと、一番配信が好きだからだよって。好きなやつはやめないんだよ配信をって。好きだから続けるんだよって。その好きっていう気持ちが、 リスナーも配信が好きだから伝わるんだよって言われたの。だからあんたは大手になれるけど、ただ一個だけ忠告をしておくって。うん。リスナーにもし嘘がついてることが一つでもあったら、リスナーはあんたのことをフォローしないよって。もしあんたがそれでなんか気づくことがあるんだったら、リスナーを馬鹿にしてるからって言われたの。で、俺生活保護のことは隠してなかったの。別に。ただ、あ、違う嘘をついてなかったけど、隠してたのよ。 うん。それは、その、リアルの事業家の人から、絶対言わないでほしいっていうことを言われてたの。そう。で、それは親身になって相談してたんだけど、俺は大手になりたいと思って、実は自分の中でもカミングアウトしたいっていうのはずっとあって。で、そこでカミングアウトして。大荒れもうそっからアンチ大発生、大荒れの人生、うん。今メガネかけてないよ。うん。 なんかのゲームで怖い人から50円もらえた人。ああ、わかんないなぁ。ゆみさんの、その企画は。うん。はい、ペンコさんはどっつな、<laughs> だそれはいい経験だったね。うん。ワドウさんの方がいい。うん。緑の手帳を何度も見せてもらった。ネタ帳緑さんの緑さんはプロだよ。 あの人。俺プロだなって思ったのは、コンドームマンで、暗黒生の主の族のコンドームマンをやった時に、緑さんのいじり方が超うまいの。あの人はね、実はね、ボケじゃないんだよ。緑さんって実はツッコミといじりが本当は好きなんだよ。だけど、その、いい素材見つけるとうまいじゃん、やっぱり。だけど、ピンの放送だできないから自分をボケキャラにしてんだよ。ネタ帳持ってんのなんか当たり前だよ 今はさすがに頭の中で書けるようになったから持たなくなったけど、ノートびっしりネタ書いてたよ。今だからそれが頭に入ってるだけで、新しいネタも記憶できるようになっただけで。例えばさ、そのアディダスの下りやったじゃん。もうだから、街の中で面白いのを探す癖がついてるもん。いや、持ってなかったら俺はプロじゃないと思ってるよ。 俺はそれを持ち運びがもうその頭ん中でできるようになったから2年目ぐらいでやめたんだけど、あとフリートークをやりたくなって。ネタ帳なんて書くの当たり前じゃん。もしプロを目指してるんだったら、俺は当たり前だと思うよ。みんな配信のことばっかり考えてるから。その名のある配信者は。当たり前だよ。女性今日いないのいないようん。だって俺旅してんだもん。今だって仙台だよ俺。 そう。風船ありがとね、弁護さん,、うん。今日仙台仙台。彼女東京だもん。だから、なんだろう、その、例えばさ、ネタ帳を持ってないってどういうことかっていうと、別に持ってなくてもいいんだろうけど、俺はなんだろう、ボクサーが、ボクサーがイメージトレーニングしたことありませんとか、 なんか、ボクシングの試合のビデオを持ってませんっていうのと一緒だと思ってて、そんなわけないじゃん。プロボックサー絶対他の人の試合とか YouTube とかで見るじゃん。そういう感覚に近いかもしんない。そうそう、旅実現したよ。今19日目の埼玉さん。そうそう。うん。いつもヒカルの方を見てて存在はしてたけど、初見。ああ、ポテマルさんありがとう。 ヒカルんと仲いいですね。僕、ああいう気持ちのいい男好きなんだよ。そう。イメージトレーニングって大事なんだよ。この部屋安いんだよ。初見さん、メイさん、ありがとう。フォローしてね。うん。ありがたいよね。うん。だから、その、なんか、俺はそういうのが本当のプロ意識だと思ってね。メイちゃん、フォローありがとう。ゆくちフォローありがとう。うん。 なんかそういうのってかっこいい。わざわざ見せるもんじゃないけど、その自慢するもんでもないけど、ネタ帳持ってないってなったら、俺は結構新人でそれ聞いたら、やる気ねえんだなって思うかな。普通に。金梅さんなんかずーっと吉イどうやってやるかを本当に24時間考えてんだよ。俺オフの金梅さん知ってるから。吉イやりたくてうずうずしてんだよ。 まあまあまあ、プロだけど、一流っていうか、そのトップレベルのプロじゃないよ。ボクシングで言ったら4回戦とか6回、あ、4回戦ではないか。まあ、8回戦とか、うん、トップランカーではないよね。うん、俺はトップランカーになるたびに、この旅と捨て頃を選んだから。うん。だあと、ここ5年ぐらいの目標。 もう、和道っていう枠が開いた瞬間、1000人ぐらい見ていただけて、調子のいい時は3000人とかピンで出せる配信者になりたくて。よくね、お金もらうからプロだって言うけど、それはある意味、正しい部分ってあるの。要は、ポテマルさんフォローありがとう。なんでかっていうと、その、これ俺の持論だよ、あくまで。あの、何事もそうなんだけど、価値のないものにはお金払わないんだよ。人間って。 で、価値のあるものにはお金払ってもらえるのよ。そう。だから、お金をいただくって責任をいただく、責任があるんだよ。次面白いことやらないといけない責任。そう。だから俺は、プロ意識っていうのはすごい重要だ、だと思う。ポテマルさんありがとう。他人褒めるね。いや、いいところはやっぱ学ばないと自分の成長ができないよ。うん。いいところはシェアする、していくべきだと思うよ。ここにもしかしたら未来の大手がいるかもしんないじゃん。 で、ああ、緑さんってそうなんだとか、エミさんってそうなんだってなるかもしんないじゃん。それはすごい良い,いことだから。インターネットの武器は俺はシェアだと思うよ。良い,い情報は拡散したいあ。悪い情報はあんまり拡散したくないね。例えばそうだな人が不幸になる情報、そうだなまあ闇将軍が結婚したとかね。そういう情報はあんまり流したくない。大 <laughs> 岩戸さん何どうした こんばんは、サイダーさん。どうした亀尾さん。うん。あ、あれ、おめでたい情報だったんだ。マジか。あ、そうだったんだ。俺はなんか人を誰、なんか、世の中にいる一人の女性を不幸にする話だと思って、許せねえよって思ってた。あ、一応ね。うん。なんか、一人の毛なげの女性を不幸にする話に聞こえたから。<laughs> うん、あ俺もなんか最近柴田が名前出してるらしくて。なんか <laughs>、情報商材売ってたって本当って最近初見によく聞かれて、何の話だと思って。相変わらずまだ言われるから、それどこで誰が言ってたのって聞いたの。2チャンネルに書いてあったのって聞いたら、いや、柴田が言ってました、つって。俺情報商材嫌いなんだよ、つって。うん。80さんどうもどうも。あ、水戸から見てくれてるんですか。ありがとうございます。 一緒に冒険しましょう。うん。大井和度さんでコメント止まったんだけど、亀尾さん何なの <laughs> どういうことえ、亀尾さんのコメントスルーした何だった多大井和度さんって何俺亀尾さんに和ド2って言ったけど。うん。和度さんの話が出ない日がないって。え、どういうこと和度さんの話が出ない日がないって誰が言ってたの 毎日毎日ね、でもいろんな人に会えて嬉しいね。頑張らないと。俺はね、成田だね。成田。あの、千葉県成田市。もう故郷捨てちゃったからないんだけどね。成田ですよ。803フォローありがとう。コリンワードー風船ありがとう。 ワドを生で見れないとき、YouTube で見るけど、YouTube 調子を。ああまあ、お小遣いいただいてますよ。今も多分。あおやすみ、サボちゃん。花火ありがとう。おやすみ、うん。YouTube はね、ちょっと音がずれちゃうんだよ、録画が。だけど、広告料は入ってるから、お小遣いにはなってるよ。ただ、メインの収入とは呼べないね。うん。心霊活業に止まろうとしたワドの配信魂もなかなかのもんだった。いや、あれはやりたかったよね、朝までね。 ちょっと悔しかったよ。窓を配信者の中でもかなり広い目と耳を持ってる。多分ね、俺がね、配信ば、畑で育ってないからだと思う。普通は、配信者、リスナーで長くキャリアがあって、配信が好きで配信者になるパターンって多いんだよ。だから配信の畑で育ってるっていう。俺だから、27までずっと事業をやってた人間の、 ずっとだから、その、社長業とか個人事業主みたいなことばっかりやってたから、だからね、その、なんだろ、配信の世界から一番遠いところにいたんだよ。で、俺は、今は考えると間違ってたと思う。今、配信者として大好きだし、配信大好きだし、配信者として自覚があるけど、正直ね、配信者のことをね、下げすんで見てた部分はあるの。こんなに話ができない奴ら、こんなに面白くない奴らが、 人気なら、俺ならすぐにプロになれるっていう、高をくくってたのよ。それが間違いだったんだよね。そう。要はね、配信とテレビの人たちを見てて、テレビの世代だから。だから、その、ね、配信って、そのコメントを読んだりとか、リスナーさんとの会話の文化なんだっていうのに気づくのに相当時間がかかったよね。ああ、どうだろうね。うん、怖いって言われても、どうだろう。 あの、うーん、み、見るのが一番だと思うよ。何でもそうなんだけど、人の噂って、人の感想なんだよ。この人はこう思ったって。例えば、あそこのラーメンクソまずいよっていう人が友達に言ったけど、それで、あ、クソまずいんだと思って、あそこのラーメンクソまずいよねって食べたことないのに言っちゃう人っているの、世の中には。いっぱいいるでしょ友達にもいるでしょそういうやつって。お前食ったことあんのって。ないわ。 でも、誰々が言ってたからって。でも、なんだろう。自分で、その店、俺、まずいラーメン屋とか食いに行くタイプなのどんだけまずいんだみたいな。ワクワクするタイプだから。で、食ったらうまかったりすんのよ。意外と。うん。味覚ってそれぞれだから。だから、自分の感覚を確かめることってすごい大事だと思うけどね。あ、この人こういう人なんだ、とか。あ、この店はうまいんだ、この店はまずいんだ、みたいな。ま経営者だったね。 うん、だからまあ、怖い人かもしれないけど、こう俺は自分のこと全然怖くないけど、うん、自分の目で確かめて、それで心で感じたことが真実だと思うよ。好きも嫌いも、うまいもまずいも、うん。あのね、悪い噂の方が、これリアルでもネットでも一緒なんだけど、悪い噂の方が広まるの早いのね、うん。人のことって当てにならないときある。あるよ。うん っていうか、だから俺は旅してんだよ。うん。あの、自分で見たものって体験は嘘つかないじゃん。体験と経験って嘘はないんだよ。自分にとってはだよ。だから、俺はアフリカとか、うん、行ったことない地域、例えば山形とか、ないと思ってんの、うん。存在しないと一緒じゃん。行ったことないから。で、俺ツイッターにあと、さっき書こうと思ったのはね、あのー、意外と仙台って近いなって。 俺はと、すごく果てしなく遠いもんだと思ったの、仙台って。だけど、1日で3000円か4000円払ったら深夜バスで行けちゃう距離なんだよ。すごい近くなった、俺は。新宿と郡山とか、新宿と仙台が。もうプラッと来る自信があるの。庭に、庭みたいな感じで。だから、旅に出て、日本全体をまずそうしたいよね。どこでも、明日どこ行こうみたいな。かっこいいじゃん、そういうの。うん。 俺ね、グルナビとか、あの、なんだっけ、料理のクックパッドだっけ俺、クックパッドを料理見てるやつは、料理下手なやつだと思ってる。クックパッド何回か試しに作ったんだけど、全部下手なんだよ。うん、美味しいものないの、クックパッドには。うん、あのー、ちゃんと作ってる料理本一冊買って、一冊全部覚えた方が絶対料理はうまいと思う。プロが書いてるから。手順通りに。うん、その、 ね、関西風なのか京都風なのかわかんないけど、それは好みで、だけど、一冊の本買って1、一冊の一、一ヶ月でも一年でもいいから、ゆっくりその本の中のレシピを全部マスターしたら、煮付けとか下ごしらえとか全部わかるんだよ。だから俺はクックパッドなんかあんなのはダメだと思ってる。神奈川まだ行ってないですね。近い近い。だから、うん、あんまりその、俺はあと、あの、本当のこと知ってる人の情報を探るっていう。 ネットって嘘をかけるっていうのはもうネット黎明期からもうネットを仕掛けてる人だったら分かりきってることなのよ。あれって広告みたいなもんでさ、あの、嘘かけるんだよ。で、印象操作がネットって大得意なのね。ネットそのものが。悪意の問題じゃなくてマーケティングの問題なんだけど、Google の性質を理解すると、あの、自分で思い通りにコントロールできるの、広告を。 だから本当にうまいもんっていうのは地元の人に聞くのが一番いい。うん。地元の人に聞いて、うまいもんないっすかって。もしくは自分と性格が似てる人とかいるじゃん。自分と生き方が似てる人。そういう人に聞くっていう。要は、その、その生活に根付いてる人の方が、面白い、そう、近所、肌に合ってるネタっていうのが仕入れられるから。うん。俺は、そういう風に使うかな。情報の使い方。もちろんネットでも使うけど。 だから、俺は、その、Google で検索するよりも、まずリスナーさんに聞くの。リスナーさん、例えば100人、200人常にいるから、地元の人って、高確率でいるんだよ。だから、ここのホテルとかも、自分で調べたんじゃなくて、地元の人に聞いて、安いホテルないって言ったら、教えてくれんだよ。ここ安くてこうだよ、とか。ここのお店美味しいよ、とか。それが一番正しいよ。例えば、松島行くのもそうだったな 日本三景の松島ってところは見た方がいいよって。で、ちゃんこうが地元だったわけよ。じゃた美味しいもの食いたいって言ったら、カキが1000円で食べ放題ですよって。すごい美味しかったじゃん。あれ多分 Google でカキ、カキっていうはね、出てこなかったと思うから、あと遊覧船乗りなよとかさ。うん。これはなんか配信者の武器だよね。 すごい武器だと思ってる。そう、知ってる知ってる。ネムさんが教えてくれたんだよね。あの、ヒカルくんの方でも書いてくれてたでしょ。ネムさん。ずーっとね、あとこのホテル泊まりだよって。で、俺がお願いしたのよ。字幕開いた時に、あの、あのリスナーさん誰だったかなーっ,つって。嘘書く人っていうのは、裏、裏を取ってないから、あのー、騙そう騙そうとするコメントだから、ちょっとね、サクり入れたらね、ボロが出るの。 要はネットの情報なの。だからすぐわかる。本当に知ってる人はそこのホテル、ここがいいけどここが悪いよとか、駅からどれくらいだよとか、すぐ答えてくれるから。書き上手かったね。うん。ガチャ良かったよね、マロンちゃんね。引き良かったね。ていうかさ、俺、パチンコずっと負けないんだけど。やばいんだけど。<laughs> 企画でさ、ほら、スロット配信何回かやって10万くらい負けたじゃん。配信回してないと勝ちまくってるんだけど、俺。 やばいよね。<笑>,笑っちゃうんだけど。今日はちょい,言いがちだったけど。いやー、配信回すとダメなんだけど。多分出てる数で言ったら相当出てるよ。うん あのね、氷山が一番いい。宮城は、釘は開いてんの、すごく。だけど、道釘がね、ぐちゃぐちゃになってるから。あと、あのね、警察が釘いじるの変えたんだよ。釘,釘いじれなくなってんの、今。いじったら警察に届け出を出さないといけないの。一回一回検品が入るから、それが効いてる。要は、昔だったらさ、あの、真ん中のへその以外の部分って詰めてたじゃん。入らなくなってたんだよ。あれが広がってるから、 要は、へそには入らなくても、出玉がちゃんと出たりとか、あと、こ、氷山がすごかったね、N1 が。あの、く、釘もそこそこ開いてるんだけど、全部が整理されてるから安定的に回るし、まあ、とにかく出すね。ホールカウンターも入れてない。うん、で、仙台の方は、釘は開いてるんだけど、道釘がちょっと、あれだから回らない。うん。ただ、時間がすごい。朝8時から、 夜12時までやってるから、一回爆裂機やったらもう出っ放しだよ。うん。いや、勝てるかどうか負けますよ。<laughs> ギャンブルは負けます。うん。あれはだから趣味でやるもん。そう、俺はプロとか言ってるのは、もうしょうもないやつだと思ってて。ギャンブルでプロっつってもさ、パチンコでプロやってますとか恥ずかしくて言えないよね。ね、朝から晩までさ、パチンコ台に座ってさ、 で、店の検索とかさ、店舗の数字とか見てさ、マックス稼げるのさ、30万とか40万だよ、1ヶ月。<laughs> 1ヶ月40万ってさ、年収500万いかないんだよ。それでプロやってますってさ、志人間として低すぎるだろ。<laughs> 俺はだから、パチプロって言った時点でもう痛いやつだと思ってるから。<laughs> その人とは友達になれない。そうじゃなくて、ああ、年収1000万くらい稼いでて、ギャンブル、あ、 まあなんかマカオとかでギャンブル1億円ぐらい溶かしてますねとかいう方がかっこいいと思うけど。イヤかさん、イさんいらっしゃい。うん。ギャンブルの経営やってましたけど、やっぱ負けますよね。じゃ、だって、どうもとか儲かるに決まってるんだもん。冷静に考えて、冷静に考えて、駅前のあんだけ土地の高いところの巨大ビルを1棟丸々買い占めて、電気代とか、あれ1ヶ月300万とかすんのね。 1ヶ月300万。で、従業員が常に15人ぐらい待機してるのよ。朝、昼、晩で。1日50人従業員がいるのよ。店長とか裏方とか掃除婦とか含めると。で、勝てるわけあるそれがずーっと営業できてるんだよ。もちろん、その、ハイエナとかをやって、要は、おじいちゃんとかわかんないから捨ててくないとかを狙っていったら、もちろん勝つ人はいる。ただ、その、<laughs> 朝10時、要は朝9時に並んで、夜の11時に帰る仕事で、月30万ぐらいの仕事なのよ。で、台に座ってるから、何の知識の経験も得なくて、パチンコの知識だけが得てくの。もう超、ブラック企業なのよ。<laughs> バカでしょやるやつ。うん。でしょだから俺はパチプロを名乗った時点で痛いやつだと思ってるの。 ただ、パチンコは趣味でやる分には、俺は別に金落としに行くって。趣味、だって全部そうじゃん。キャバクラでも何でも。これ配信で花火やるのでもそうだけど、ね、好きなものに金使うのは趣味は別にね、普通に経済活動だからいいことだから、そこは否定しないけど、それでプロ名乗った瞬間に恥ず、ず恥ずかしいやつだなって思う。N1、うん、<laughs> 行ってた。N1 で30万ぐらい買ったよ。35万ぐらいかな。 N1 最高だよ、あそこ。うん、どうもとかは勝つんだよ。絶対にギャンブル <laughs> どう考えても。パチンコ屋の店長なんか年収1000万超えるんだよ。<laughs> いや、プロを名乗ったら痛いやつだね。 それで別に食ってても構わないけど、俺は、そいつから学ぶものは何もないと思ってる。<laughs> だってそいつから学ぶっていうのは、なんだろう、朝10、朝9時ぐらいから夜の11時ぐらいまで、ずっとパチンコ台に座り続けて、で、月30万ぐらい稼いで、何もそっから給料が上がることはないと。マイナスになる可能性しかないのよ。で、 その職業を選んでるやつから学ぶことあるないでしょ。<laughs> いくらでいくらでって、いや、負けた、負けたくっていうか、初日が、いや、ツイッターに全部書いてあるけど、初日が10万ぐらい買って、次の日が15万ぐらい買って、で、その次の日が、ん何万買ったんだっけな。もうとにかく、その、投資金額とか2万ぐらい、2万いかないぐらいでバーって出てたんだよ。 もうそれはただのラッキーだけど、もう何にも考えないで俺座るから。厳密に言うとあるんだよ。厳密に言うと、その釘の開きとか、回転数、パチンコだったら回転数のみね。あと機械。その、えっ、ー、と、換金率で計算するんだけど、まあ、1000円で何回転回ると、どれくらい出るっていう計算ができるの。ある程度は。なんて言うんだっけそれ、機械割りって言うんだっけ 忘れたけど。だからパチンコはもう釘だけで勝負すんのね。で、スロットの場合は設定の読みとか、前のそのハマり台とかいろんな理論があるんだけど。俺はもうめんどくさい、そういうの。遊びに行ってんのになんで考える必要。考えたくないからパチンコ行ってんの。うん。あ、ケイちゃんよろしく。ありがとう。うん。 パチンコ好きですでいいじゃんね。うん。パチンコやるんだったら、株とか FX やってるやつの方が全然賢いと思うよ。あれはレバレッジが効くから、福利の原理を理解してるから、彼らは。だからパチンコ業界で若いやつらって全部 FX に飲まれたんだよね、株と。単純な話をすると。 あ、でもね、地方がびっくりするのは、郡山も宮城も埋まってるの。人が多い。東京全滅してんのよ、正直。パチンコなんてパチンカスしか本当に売ってないの、出ないから。だけどすごいなと思ったのは、サラリーマンとかおじさんとかいっぱいいる。まだまだ人気があるよ。地方はまだパチンコ面白いね。客がいるから出してる。 うん。シフで打ってみると面白いよ、やっぱ。やっとブロック書いた <laughs> うん。うん。仙台はまあ面白いんじゃないかな、ギャンブル。 宮城行った時、宮城じゃなくて、俺は氷山が一番面白かった。氷山の N1 が面白かったけどね。そうだね。パチンコで遊ぶ、遊ぶのは全然いいと思うよ。うん。 郡山行かないか。宮城は、どうだろうな。仙台。仙台はまだいい思いしてないね。マーンできますよ。好きっすよ、マーンは。マーンの面白いところは、頭良くないとできないし、さらに運、運運が良くないとできない。その、マーン超強い頭本当にいい奴がやっても、素人の引きの運で負けたりするっていう、将棋は運はないのね。将棋はもう本当にガチガチで頭の要素だけなんだよ。 運の要素ゼロなの、将棋って。だけど、マージャンって流れとか、相手の強さによって自分の打ち方変えないといけないとか、本当面白い。あと、引きの強いやつと戦うときとかさ、どうなってんだこいつっていうのいるじゃん。俺超引き強いのね、実は。むちゃくちゃの手でも引けるのよ。だからマージャン好きだよ。もう全然やってないけどね。いいじゃん、ヒカル君。ヒカル君にとってする前に、お前は俺にとってしろよ。 す <laughs> げえだろ、それ <laughs>。ま、好みはね、今度会うからね、オフ会で。部屋乾燥はしないかなあ、そうだ。乾燥機かけてるから、後で取りに行かないと。ジーパン洗ったよ。2週間、3週間ぐらい洗ってないジーパンだからね。絶対臭いよ。 ねえ。ラブホじゃないよ。ホテル、ホテル。普通のホテルだよ、ほら。ビジホっていうか、まあ、3700円ぐらいのホテルなんだけど。ラブホの、ラブホじゃないよ。ビジホになるの、格安ビジホ。すげえ、壁とかボロボロなんだよ、ほら。すごいでしょ。<laughs> やばいよ。 <laughs> あ、そうなんだ。ヒカル君と会うこと多いんだ。のんちゃんは今のんちゃんは今日も可愛いよ。のんちゃん何やってんだろうね。まあ何やってるやつがもう基本引きこもりだからな、のんちゃんは。のんちゃんはワンちゃんと遊んでるんだ。猫ちゃんと。 のんちゃん最近コメント書かないね。のんちゃん可愛い,いよ。だ気をつけた方がいいよ、このみあの、可愛い,い女の子に敵、て、可愛い,い女の子っていうか、あの、なんつうんだろう。俺が浮気する可能性のある女の子とか、俺にその、好意やが、配信者として好意があっても、のんちゃんは恋愛として好意があるって勘違いするから、あの、最近しなくなったんだけど、急になんか敵意をむき出しにする時あるから、 あの、それはのんちゃんの性格だから、あの、ご了承ください。最初に言っておくね。うん。んうん。いやいや、好み美人だと思うよ。おー、もこもこさん、バーガーありがとう。格安だよ。今日は枠に終わったらゆっくり休んでください。また来ます。ああ、ありがとね、けいちゃん、おやすみ。ありがとう。 ミュールとかのバチバチ系が最近ミュールと仲いいから嬉しいなと思うけど。いや、地震の季節じゃないでしょもう古いんだよ。例えば、見せようか。例えばね、ホテルの洗面台行こうか。ホテルの,このシャワールームなんだけど、洗面台のこのひびとかやばくない <laughs> もう、だから多分相当古いんだよ、これ。これ地震でこうなったのかなやばくない日々。なんかね、もうボロボロなんだよ。多分超古いんだと思うよ。伝わったでも安いから俺としてはありがたいけど。まあ、狭いよね。 ぶりに来たありがとう。仙台はね、えー、っと、いつまでだろう。仙台は、えー、っと、明日の夜、東京に戻る感じか。えー、プロフ見て笑った嘘、見てみようか。しょ。このみんプロフ。<laughs> ランハギギ清。 嫌いな配信者、リナ猫ちゃャンリスナー、ヨッシー。巨弦多すぎてマジック消えてほしい <laughs>。これね、プロフィール欄に嫌いな配信者書くってすげえな。和野さん優しさが顔に出てる。いや、優しいかどうかわかんないけど。うん。そうなのね。格安に西口から近いのここだけだと。ありがとね、ネムさん。助かるよ。 お風呂もゆっくり入れたし。しかもこれ、カップルで泊まっても4000いくらだから、一人2000円ぐらい泊まれんだよね。あ、ごめんごめん。<laughs> 40だったよ。自 <laughs> 信の亀裂なのかなこれ。あ、でもそれくらいの、あれでもおかしくないよな。うん 呃呀呀呀 1> 1時間ぐらいやってんのかおー、ジャクさん、こんばんは。こんばんは。おやすみうん、寝るうん、おやすみ、好み。おやすみー。肌ね、意外と綺麗なんだよ。それはね、昔から言われる。でも、だいぶ荒くなったけどね。 子供の頃からね、肌綺麗だなって言われるね。うん。髭面だね。うん、あ,あ目が疲れるな。ライト暗くしよう。そろそろ寝るかな。油なるよ。年はもう。 なるなる。ギトギトになるよ。でも肌はね、油分と水分のバランスだから、油がない人って、カサカサの乾燥肌だから、やっぱ、あれだよ。良くないよ。多少油がないとダメなんだよ。油と思っ <laughs> じゃあ、そろそろ僕は寝ます。明日、放送したいんで。昼間に。じゃあ、皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。アイテム、ありがとうございました。もしよかったらみんなフォローしてね。フォローよろしく。お疲れ様です。おやすみなさい。旅、旅を続けます。金ンさん、超肌綺麗になった。生で見るとすごいよ。肌、超良くなってる。顔色も。安だし。イケメン化してるんだよね。お疲れい。 お前コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよ何でお前動画の内容も見ねえでお前パッドボタン押してんねんもう。<laughs>